こんにちは、フーディーです。今日はスペシャルゲストに来てもらってます。イエーイ、ゆりなです。こんにちは。こんにちは。どうも。はい、今日は都館女子会をやっていこうかと思います。で、インスタの方で恋バナとか恋愛相談を募集したと思うんですけど、それをチッチッチッ答えながら、チッチッチッ食べながら行こうかと思います。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、とりあえず食べます。はい、いただきます。飲む？え、韓国語読めるんでしょ？ちょっとだけね。ボン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 。うわぁ、お腹が減ったんだよね。じゃあトッポギから食べる？食べます。見て、明太マヨ、味噌、チーズ。はい、いただきます。韓国語でいただきます。韓国語よ。チャルモン。あ、チャルモンゴスミンだ。はい、では見ていきます。はい、あ、まずじゃあ好きなタイプとか聞きましょうか。はい、好きなタイプ、笑顔が素敵な人がいいですね。いつも笑ってる人とか、うん、がいいです。それだけですか？いっぱいあると思うんです。あと、え、なんだろう、何好きなタイプって。今は好きになった人がタイプかも。あ、一番難しいでしょ。なんか理想とかはあるよ。あ、理想も高身長がいいとかさ、はいはい、韓国系のファッションがいいとかさ、うん、なんとなくはあるけど、でも好きになる人って絶対当てはまってない、ね、え、マジで。え、じゃあなんで理想なの？わかんない。え、だから例えば BTS のテテが好きだから、それに似てるような人がいたらいいなって思うけど、実際に好きになる人は全然違うかも。そういう感じ、テテじゃない。テテじゃない。本当に好きになった人は誰か。タイプないって。あれな、逆にタイプは、え、リハはあるよ、言ってごらん。まあ顔は犬系が好き。でも、まあ、俳優さんで言うと山崎賢人さんが好き。で、どれがいい？リンナはナイコ。俳優でしょ？うん、ナイコ。韓国人の俳優とかだったらいいけど。え、じゃあ韓国人じゃないの？え、じゃあ、え、難しい。難しいでしょ。好きなんだけど、でも付き合いたいかって言われたら、あ、理想で終わっちゃうんだ。もうなんか神的領域に入っちゃう。そうそうそう、かっこいいって思うけど、でもそれが彼氏って考えたらちょっと違う。難しい。理想は山崎賢人がタイプ。顔はね。え、そうなんだ。でもなんか吉沢亮ほど、ほど爬虫類っていうか、もうなんか韓国系に行かなくていい。で、性格は尊敬し合える関係ではいたい。え、わかる。え、わかる。え、だからどっかしら尊敬してる部分ないと続かない。そう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 、そうだよね。続かないと思う。そう、なんか尊敬し合える関係でいたいし、なんかお花とか見に行ってくれる人がいい。お花見？お花とか見に行ってくれる人がいい。なんかめめしいってわけでもない。いいよ、とかで。何が入ってるのこれ。え、サムギョプサルキンパです。原宿のケバブ屋さん、いただきます。竹下通りの、の近くにある。うん、美味しい。うんうんうん、美味しいよ。うん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 、なんて本当に美味しい。いただきます。うん、周りに男の子がどういう出会いがある？だから友達の友達とか、うん、男の子の友達っているじゃん。でも最近はさ、インスタがあるわけじゃん。インスタの DM じゃない？最近は絶対高校生でもさ、他のクラスの子が、あ、かっこいいってなったらまずインスタ探すくない？確かに。え、確かに。でしょ？ね、で、ストーリーとか見て、まあ相手に彼女がいないかどうかを探ってからの友達関係とか見て、確かに探って、で、ストーリーにリアクションとかが一番出会いじゃない？あるあるじゃないよな。付き合って半年、他の人に意識がいってしまう。
これ以上彼氏に罪悪感を抱きたくない。まあでもなんか2番目の人と結婚するとか言うじゃん。そういう感じ。別れてみたらって思っちゃうけど、なんか友達がそういうことになってたら、じゃあ別れたらって思うけど、別れて、うん、まあ、やっぱ彼氏が一番だったんだなって気づくときとか。うん。まあ確かに。だから何とも言えなくない？彼氏が自分のこと絶対好きって分かってるから、そういうさ、絶対そう。ダメなやつそれ。一番ダメなやつ。ダメらしいです。分かっちゃうから多分そんな風になっちゃうんだろうね。絶対ね、彼氏にね逆のことされたらね、なんでってなるよ。なる。自分がされたら絶対嫌なタイプだよね。絶対そう。次、年上の人と LINE をするとき何を話したらいいのかわからないです。でも学生の時はやっぱと、先輩とは付き合いたいと思わなかった。思わなかった、うん、やっぱ学生ってさ、青春じゃん。青春、ね、いろんな人と会うじゃん、はい、でさ、人によって考え方が違うじゃん。なんかこう連絡取ってでもいいよとかさ、連絡取っちゃダメっていう束縛系のね。そう、分かれるじゃん。どっちかっていうと、ゆなはあんまり連絡取ってほしくないタイプだったから、うん、やっぱ先輩となるとさ、なんかもう考えが大人じゃん、うんうん、だからいや、そんな、なんか付き合ってるんだから連絡取ってても気持ちがゆなにあればいいでしょみたいなのじゃないんだよ、うん、こっちからしたら。確かに、そうでしょ、うん、だそういうのがありそうだなって思ってたから、先輩は嫌だった。学生だった、学生だったら先輩がお疲れ様です。まあなんか可愛い年下で行くか、可愛い年下で行った方がいい。行った方がいいね。後輩ちゃんで行った方が可愛いと。絶対可愛い年下で行った方がいいよね。元カレともより戻したいっていうのがめっちゃ多い。うん、やめてください。やめてください。はやめてください。いや、わかんないけど、うん、個人の意見だけど、うん、1回ダメで、うん、別れて、うん、そのダメだった原因をお互いが分かった上で復縁してるんだったら全然続くとは思うけど、うん、でも理解してないのに、なんか情とか思い出が多くて、写真見返してたらより戻したくなってって、こうそういう気持ちでより戻すんだったら絶対続かないと。確かに同じことで別れると思う。確かに。それがもし浮気だったりとかだったら、なしなしなし。もうなんか、絶対また浮気で終わると思う。なんないからね。まあ、でもね、好きなのはね、分かる。もうこの人が世界でこの人しかいないんだよって分かるね。付き合うとね、そういう考えになるよね。そうそうそう、わかる。この人が好かれてる自分が多分好きなんだと思う。ダメですよ。ダメです、本当に。ダメです。ダメです、本当に。視野を広げて、別れたっていうのでマイナスに考えないで、別れたからもっと視野を広げていろんな人見てみようっていう考えになったものが絶対いい。推しにリアコーです。まあ推しは推しで留めるべきだと思う。うん、確かに推しは自分の中でも最上級なわけじゃん。中身知らないからね。そうね。実際の絡んだことないし。テレビ上とかだったりね。画面上の人だったから。見た目でね、自分でこう、なんていうの、その人の理想像を作り上げてるっていうか。うん、作り上げてる。もう本当にそれはガチガチに固められてると思う。だから、一般の男の子に恋できないんだから。いい話もしようかな。他校の人といい感じの人とデートに行きます。毎晩電話してて楽しいだって。楽しい時期だね、それ。いやいいね。電話とかも何でもしてないんだけど。そう。寝落ち電話とかあったよね。あった。寝落ち電話だけはしたくなかったよ。恥ずかしい。リサだってミュートしてたもん。そう。絶対さ、こうミュートし忘れた時に限って、お母さんが、え、ゆりな、あせー絶対聞こえてんじゃんって。恥ずかしい、恥ずかしい。なんかありますね。思わせぶりな態度取ってくる男の人がいるんですけど、その人は彼女がいるのにそういう態度取ってくるのはどう思いますか？そいつは絶対自分のことまずかっこいいと思ってるからそういうことはできない。ナルシストだね、絶対に。まあ必要だよ、そういう人も。絶対相手にしない方がいいと思う。なんかこう、そういう人とどう思いますかって聞いてるってことは、そういう人と連絡取ってるってわけじゃん。絶対やめたほうがいい。絶対やめたほうがいい。だって女いんだぜ。
集団行動みたいなされてさ集団行動。はい、次いきます。19歳の美容学生です。彼氏が遺族として家にほとんど毎日いるのですが、家賃や光熱費などのお金のことを言いづらくて言えないです。親にも迷惑かけてしまっているようで、どうしたらいいと思いますか？言うべきです。親に？彼氏にっていうか彼氏に。同棲、そうだよね、同棲ではないの。わかんない、遺族してだから多分女の子側が一人暮らししてて、あそこに住んでるみたいな。まあでもすっごいわかる、お金の、しかも美容学生じゃん、19歳じゃん、高校卒業したてで一人暮らししててみたいな感じでしょ。言いづらいと思うけど言うべきだと思う。私絶対言った方がいいと思う。例えば、うん、家賃払ってとか無理なら、うん、食費は出して、うん、言いづらいでもいい。それもでもゆりなカッチンってきたら言っちゃうかも。言っちゃう。あー、それがいい。カッチンってきちゃった時に、あのさ誰だと思ってんのそれがいい、それがいい。誰も家でシャワー浴びたり寝たりしてると思ってんのって言っちゃうかもしれない。カッチンってくるのいいかもしれない、うん、それが一番いいと思う。でもそこまで不満をためたくはないかも、みんなだったら。別れたくないんだったら言うべきだと思って、周りに口吐くんだったら絶対彼氏に直接伝えた方が絶対いいと思います、うん、自分が、うん、一番だからね、うん、しかも学生なのに、うん、学生なのに無理する必要ないと思う、うん、付き合う人を決める時の最重要ポイントは心の広さですでもどうやって分かるの、そんなの。話してて、話しててとか、あとは一緒に出かけてみて、うん、まあ、ダメなのかもしれないけど、おご、うん、ってくれるのかおごってくれないのかをちょっと見ちゃうかも。だから初めて遊ぶし、友達、まだ友達だから割り勘っていう男の子とか見るじゃん、うんうん、それよりかは出してくれる人の方がちょっとポイント高いかも。まあ確かに嬉しい、普通に、うん、お金出してって思ってなくても、お金をこう、なんていうの、俺がおごれよって言って一言言ってくれたら、それだけでも嬉しいかも。ご飯食べに行ったりとかするときに、うん、どっちが出すとかっていうやり取りはあんまりしたくないから、うん、したくない。ジャン負けとかします。あージャン負けとかで決めるかも、うん、ちょっと遊び心入れて決めるかもしれない、うん、なんか、あーそっちの方がなんか気持ち的にも楽だよ。そこ側の意見を聞きたい。どう思っているのか。最後に行きますか。はい。お互い両思いって分かってたのに距離が遠距離すぎて付き合えなかった、諦めるべきですか。え、お互い両思いって分かってるってことは好きって言ってるわけだ。それで男側が告白してこない方がちょっと別に。確かに確かに、いや、なるほど。そうだよね、うん、そこでね、なんかお互い遠距離を理由にして付き合ってないとか告白してこないのはちょっと、それは付き合、もし付き合えたとしても不安でしかないと。モヤモヤするんだったら、私だったら聞いちゃいます。聞くべきです、聞くべきです。はい、今日はこんな感じでインスタで募集した恋愛相談、恋愛エピソードをゆりなとトカンごっこしながら話したんですけど、どうですか楽しかったです。楽しかったです。はい、またこんな感じでゆりなともディズニーとかも行きたいねって話してるので、また落ち着いたらディズニーとか行ったりとか、またコラボしてください。見てください。はい。はい、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。もしよかったら、いいねボタンとコメント、チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。他の SNS も、リサもゆりなもやってるので、TikTok もインスタも、ツイッターも見てくれたら嬉しいです。嬉しいです。バイバイ。バイバーイ。